そんなわけで第1話のじゃあちょっと解説をいきましょう。オープニング始まる前にね、これは明らかに主人公のルルーシュとスザクの少年時代でしょうね。少年2人が、うん、まあ、いるところからもうそのシーンが始まるんですけど、最初にね目を開けるカットから始まるんですよ。目が開くんですよ、うんうんうん、でその開いた後にね パッとねすぐにね黄緑の髪の毛映りますからね、うんうんうん、つまりねあの2人を見ている少女っていうところから始まりますね、うんうん、ほんでセミですもんね。でひまわりでしょで、うん、夏休みの2人みたいなところで、うん、完全にエヴァンゲリオンの続きやりますみたいな感じで入道雲来たみたいなさ、それでセミがもういきなりアップになってバーって出てくるところから始まるんですけど、あの2人でね、まあ、セミ取りに行ってんのかな、あの少年2人がですね、うん、崖を上がろうとしてんのね、うん、で崖を最初に上がるのが少年、であのスザクの方ですよね、うん、で上がれなくって手を出して、俺を、それを助けるっていうか、まあ、ルルーシュの方、少年ルルーシュの方がスザクに助けられますよね。それ、一発でこの作品ってこういう、これをやるんだなっていうのが分かりますよね。違いますか？っていうふうに僕からは思いました。で、まあ、すぐに富士山バーって映るんですよ。で、ああ、エヴァの続き、ああ、富士山、そういう来るんだなと言って、まあ、見てたら分かりますよね。その、正しきアメリカ人を、助ける日本人の話をやるんだろうなっていう、そしてそれによって救済される少年の話なんだろうなっていうのが、まあ、冒頭っていうのがあって、その時にそれを見ている少女がパーって映るんですけど、和服着てんですよね、黄緑のね、つまり日本人かなみたいなね、そういうのもニュアンスとして、うん、まあ、入れてくるところから入ってくると、その後に大量の戦闘機が富士山をバックにバーッと来るから、つまりこう日本が蹂躙されていくっていうのを絵で見せるというところで、そこからナレーションで公暦2010年8月10日新生ブリタニアがごとくごかんなかんなみたいな、日本に向けてですか、日本はなくなってみたいなねっていう、そのナイトメアの説明もあって、日本はイレブンになったと言ってうなだれる少年スザクっていう、そして、そこでうなだれていないルルーシュっていうのがいて、僕はブリタニアをぶっ壊すっつってオープニングスタートっていう、まあこれだけでね、この後何が起こるか全部わかるなって、全部わかる、そういうことが、そういうことが分かるんだなっていうふうになりまして、で、その後の演出っていうのも、なんかすごいエヴァっぽいなっていうふうに思いました。エヴァの時も言ってましたけど、廃墟に立つ少年がシルエットになって、左目が光るっていう、あの、いつものやつが始まった後に、まあ、鳥みたいなマークが目で光りますよね。で、その後、ギューンつって光のトンネルを進むっていう CG があります。これ、ファイトクラブですよね。だから、あの辺りから来てる流れ、そうそうそう。で、あと、その後、青空をバックに少年が回るんですよ。これ、完全にエヴァンゲリオンで死んでる。これがですね、シンジはぐるぐる回って少女が上と下にこう行くんですけど、行かない、行かないでどうなるかっていうと、青空が曇り空になっていくっていう、あ、それをやるんだってことですよね。それをやる？それをやるんだって、そう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 。まあだから、うん、その暗転していく世の中で戦う話なんだなっていうのがまあ入って、その後、車椅子の少年があり、そして、まあ仮面ライダーファイズみたいなさ、仮面をかぶったさ。黒いファイズみたいなのが出てきてさ、それで一番面白かったのが、その仮面の男が夕日をバックにですね、シルエットになって何かに立ってる、このカットこれがもう何に立ってんの、夕日のバックに何立ってんのっていう、かっこいいやこのね、こんなところに立ってんですよ、中学2年生っていうのはもうね、安定しないんだけど、かっこつけて立ってなきゃいけないんだ、夕日をバックに。これですよ。いや、わかるな、これ。これがね、すべてのこのマインドをね、一発絵で表現しているというのがね、また良かったですよね。で、その後ですね、なんか、懐かしい島大輔風の貧乏そうなリーゼント少年がバグってたでしょ。貧乏そうな若者たちがいて、あ、これが今のリアルな日本人のこと言ってんだろうな、と思ったらですね、バラとハトですからね、あ、来ました、ウテナやるんだと。バラは愛じゃないですか、ハトは平和じゃないですか、ラブ&ピースってことですね。それをですね、バッ出すというね。その後ですよ、横スクロールでキラキラの制服着た人たちがドワーッと出てくる
もう全員足超長いですもん。足超長い。首も超長い。太ってるやつ一人もいないっていうね。そういうやつが絵面でこう、ああ、なるほど。これ、全のせミクスチャー入りましたねって、バロックやるんですねって言って。そしたら、ふわっさーが現れますよね。黄緑の髪の毛、ふわっさーが出てきますよね。はい。ふわっさーって言いながら、ターン A っぽくなんかくるくる回ったりなんかするんですよね。体のラインは見えるんだけど、みたいな。見せてないよ、みたいな。で、これ多分、その後見せるんだろうな、みたいな感じです。そして、そのカット、少女が回る、あ、これ定番押さえたなと思ったら、いきなりコクピットの少年の顔がバーン、そして少年、決意を新たにカメラ目線バーンみたいな。それでスタートなんですけど、この、なんだっけ、ナイトメアのスタートシーンが、まあ、たまんないですよね。これ、スピードスケートのね、スタート。あー確かに、確かに。これがもう、これがもう、これはね、フィギュアスケートじゃないです。スピードスケートが、ね。スピードスケートでしたね。そうそうそう。ああ、すげえなーと思って。で、これがですね、廃墟で走り出す少年。っていうことですね。つまり、で、これ、カタパルトですね。俺たちのカタパルトは廃墟なのだと。廃墟の現実。それが0年代。それをカタパルトにして俺たちは戦うんだっていうのを見せるというね。その後のカットですですね。先ほどの黄緑の少女がですね、ちょっと涙を流しながらアップで回るんですけど、ちょっと笑顔になるんですよ。うん、, 笑顔にさせるんでしょうね。この後。この後、ちょっと笑顔になるから笑顔にさせるんでしょうねって感じ。ねって言いながら、その少女はですね、カメラに向かって手を伸ばすんですけど、そのまま後ろに行きます、こうやって。うん、これが、助けられないのかなみたいな。こういうのちょっと暗示して、これ助けられなかったら、この後の展開、まあ、暗くなっていくのかなみたいなことを感じさせながら、みたいな感じですよね。はい。で、その後、ハイウェイのと、ね、まあ、一番のシーンのバンクだと思うんですけど、トラックから飛び出すモビルスーツがバンバンと出てくると。モビルスーツではないけど。モビルスーツではないですけど。ナイトメアね。ナイトメア。ナイトメアっていう名前だけでも最高ですけどね。悪夢ね。悪夢という乗り物に乗っていくっていうだけでも最高なんですけど、ね。その後、なぜかディズニーランドのようなね、シンデレラ城と湖みたいなのをバックにですね、馬に乗った少年走りますよね。こっちも行くんだ、みたいなさ。ああ、はいはいはい、はい。忙しい。だから、あ、これ全部やるんだなっていうのがすっごいよくわかりますよね。本当に。で、小ネタなんですけど、その後、謎の人物がバンバンバンって現れるんですね。この後出てくるんだろうなっていうね。そしてですね、サザンアイズみたいなマークついてましたね、機体にね。つまり、あ、なるほど、そういうやつ、そういうやつ始まるんだなっていうのがまあわかりますよね。あと、犯罪者の写真、容疑者の写真を撮るときに、後ろにこう線が入った。はい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 。あれ、ユージュアルサスペクスから始まってるんですけど、あれの引用が一瞬入りますね。そんなことはどうでもいいと思うんですけど、その後、謎の男がね、仮面ライダーを黒いファイズがですね、ゆっくりと横顔で仮面を外した後に、正面見ないで流し目っていうね。これですよ。流し目。で、その、流し目美学の後にですね、思わせぶりに最後のカットがですね、ワンカット、チェスの駒がね、倒れてるんですよ。倒れますね。そして倒れたチェスの駒から長い影が差してるわけですよ。つまりこれ、うん、倒れた王の闇、心の闇、うん、ネガティブな部分みたいな影みたいなことを最後やるんじゃないですかっていうことを一場でゴロやってんじゃないですか、ゴロさん。違いますか？いやそんなに読み取らなくてもよくない？いや、もう見せちゃダメだと思ったもん。オープニングは全部だって。俺、今回のオープニング特に何もなく解説するだろうなと思ってたんですよ。うん、俺も。よくあるそのロボットアニメのオープニングだなっていうので、テンプレっちゃテンプレだって思ってたら、うん、そんなに入ってたんだ、あれ。入ってた。入ってた。だこれをやるっていうのを宣言してるカットです、全部。うん、これ、これ、こう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 。つまり、あれで大げさに出てこない人、キャラクターっていうのは、そんなに活躍しないだろうなっていう感じはするんですよね。だけど、後半に出てくる謎の人物が思わせぶりに出てくるんで、あれは最後生きてくるんだろうなっていう予感。まあ、ただ。ああ、シュナイゼルね。おそらくそうだなっていう、うん。まあ、思わせぶりに出てきますね。うんうんうん、だまあ、そういう構成で作ってたっていうことですね。はい、よくできこれ R2 のオープニングも見せたいオープニングだけでいいかもオープニングだけでも見せたい、うん、
でも、これでもちょっと褒めさせてもらいたいのが、ああ本気でやってますね、これね。だから、大人の仕事だし、全のせなんだけど、あとは、まあ、すごい計算して作り込んではいるんだけど、うん、まあ、本気でやってんだろうなって。だから、当時の子供たちにドーンと行くっていうのは分かりますよね。それは、うんうん、なんか、その、やりたいことちゃんと詰まってて、あ見せ方とか。まあ、もあとは、うん、まあ、伝統ですよね。いろんな伝統がこの中に入ってるという。はいはいはい。はいはい。だまあまあ、日本のアニメーションっていうのは、まあ、なんと伝統芸ですからね、うん、先代のやったことを引き継いでいくっていうのが、まあ、伝統芸としてあるわけですよね、うん、全く新しいものはスタートしないんですよ日本のアニメって。うーん、だから誰かの何かをバトンを受けて次行くんで、うん、明らかにこれはエヴァのバトンやウテナのバトンを受けてたなっていう。ウテナがそこまで入ってると思わなかったな。いやだから男版ウテナでしょ、うん、ああ。うん、でまあなんか限定された世界で革命を起こすっていうね、世界を革命するって言ったでしょ、うんうん、でそれはその革命は何かって言ったら自分の問題を解決するってことだったんで、つまりこれスザクの問題の解決じゃないんですかこれって。違いますかね。なぜかっていうとスザクはもうさ序盤から死を意識してますよね。死んでいいと思ってる、死んでいいと思ってるメンタリティっていうのもこれ中二ですよね。違いますかね。あと僕はまあ思いました。黒さんやられてるやん、望む。だってまだ8話だからな。そこな、そうなんだよな。お見事。